り紙1枚、こちら色を上にして半分に軽く折ります。下の縁を真ん中の折り筋に合わせて折ります。向きを変えます。こちら真ん中の折り筋に合わせて、こちらも端だけを軽く折ってください。こちらの下の縁を先ほどつけた折り目に合わせて折ります。はい、向きをこちらへ変えまして裏返します。こちら三つ折りにします。このように少しずつ調整して三つ折りにしてください。きっちりでなくても大丈夫です。こういう感じになりました。次はここを、この部分をこの下挟み込むようにします。そうしましたらこちらも開いてこれを挟み込みます。であとはきっちり挟んでからしっかり折ります。ここ開きます。黒状になってるので開いたらここの角とここの角でこのように弧を描くようにこのように少しずつ折っていきます。こういう感じで、でこちらも同じように折ります。で形を整えます。次はこの16ミリ中の丸シール2枚使います。1枚は白で、こちら好きな色を使ってこのように少しこのように横へずらすように貼ります。貼ったらこれもここのこの辺りに貼ります。そうしましたらこの辺りへ貼ります。出来上がりです。こちらは 7.5 センチの折り紙で作ったんですけど、その場合はこの8ミリ小の丸シール、こちら2枚使って同じように貼ります。次は5ミリのこの丸シールを使って貼ります。はい、で同じようにここへ貼ります。別動画にあるこのフォトフレーム、これを使って写真立てを使ってこちら 7.5 センチの折り紙を中へ挟み込んでます。でこちら 7.5 センチで作ったこの鯉のぼり、こちらは6センチで作った折り紙で、この目のサイズは同じです。でこのように貼り合わせてこういう感じでデコレーションして飾りにしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。